報告の準備はできた？まあ、悪くはなかったわね。OK です。とても自然だったわ。アストラルラウンジの派手な飾りに圧倒されてしまう人もいるのよね。それに加えて、自分の上司の上司みたいな立場の人を操るのよ。下級工作員のほとんどは弱点を露呈してしまうでしょうね。何よりも、初めての高度な任務としては悪くない結果よ。ボーナスも支払うわ。よし。リンデンは喜んであなたに払うわよ。あ、リンデンって誰？もう忘れたの？リンデンは我が社の財務を指揮してる。数字に長けてるの。あの人ね。何かそ、彼らは極度なまでに実直よ。当然の報酬よ。でも竜人では疲れても休めない。未完了の任務はまだまだあるし、どんどん増えていく一方よ。少なくとも次の仕事を始めればおしゃべりから解放される。お、でけえ。次の任務は競合他社に自分たちの立場を思い知らせてやることよ。報復だという人もいるけど、我が社の愛の無知と呼びたいわね。ほとんどの企業にとって世間のイメージは生死に関わるわ。信頼の高い製品はいい評判につながり、いい評判は利益につながる。あなたの任務は ARC 装置を取り付けることよ。よろしい。標的のサービスパネルに ARC を取り付けるだけの任務よ。見つからないように全力を尽くして、幸運を祈るわ。ステルスか。お、またホープテック。もうとことん競合他社をぶっ潰したいんだな。あ、デジピックちょっともらえた。これね。あれね、競合他社の製品に不良を持たせるという感じでしょ。また惑星移動だ。はい、またしてもホープテック社。誰にも見つからないように製品に装置つけるだけっしょ。楽勝っしょ。こっちじゃねえよ。そもそもここやたら広いし、見つからんと思うんだよな。これ内部に入るって話？階段か。え、絶対見つからんでしょこんなの。誰かいる？いるわ。ここだけの話よ。エクリプティクって傭兵のことだけど、いろんな勢力が。ユニコス同盟も UC も。奴らが幅を利かせてられるのはそのせい。私に言わせれば、あの人殺しのクズどもは宇宙の塵にすべきだ。デクの方か？こやつら。帰ろう。こんにちは。進展はあった？余裕です。お見事よ。さて、次の仕事に移りましょうか。おっと。あれ、少ねえな。前に、あなたが活躍したアストラルラウンジでの結果が入ってきたわ。喜ばしいことに、取引は正式に中止となったそうよ。雅子は結果にご満悦よ。リンダーにしてボーナスを出すように手配してくれたわ。アーサーに関する情報はすべて正しかったわ。働きの対価よ。この業界でトップに立ち続けるには競合他社の動向を知らないとね。次の任務には力押しがいる。よろしい。あなたの標的はトライデントラグジュアリーラインズが開発中のプロトタイプ設計図よ。噂によれば市場に出回っている最高のエンジンよりも17%高効率だと予測されている。
現行の設計図はプロトタイプの製造を開始するために彼らのスターヤードに送られたわ。それを盗めと。トライデントラグジュアリーラインズのスターヤードはシャイアン星系のアキラの軌道上にあるわ。いい？今回もルールは同じよ。オッケー。財務の人いないな。にしてもあの企業倫理もクソもないけど、さっきからやってるこのタスク、金がもらえんなら何でもいい。まあでもまだ4万6000クレジットなんだよな。一気に10万クレジットぐらいドバーっとくれないかな。これだ。あれか。あれに潜入すればいいのか。あ、更新とドッキングってある。トライデントスターヤードへようこそ。私たちはあらゆるお客様を歓迎いたします。ドッキング。なるほどね。そういう感じか。軌道線上にある敵のこういうプラントにはドッキングして乗り移ると。はい。ここは別に見られてもいいよね。どう？じゃあまた。多分侵入禁止エリアがあるのかと。何か用か？ちょっと人多いぞ。グランドノバ優秀賞を2度も受賞したけれど、あの式典は少し長ったらしくって。ちょっとあなた、ここで何をしてるの？誰かいるなんてフィリップから聞いてないわよ。ここはトライデントの中心部なの。関係者以外はお断りよ。怒らせるつもりはなかった。謝罪を受け入れてあげるわ。はあ、まあここにいる間にせいぜい偉大なものに囲まれる気分を楽しむことね。ここで私は、いいえ、私たちは次世代のトライデント製宇宙船を作っているの。ほう。ええ、そう。私はグラディス・コフィン、トライデントの設計主任よ。他にも質問があるなら早くして。随分うぬぼれているようだ。幸いあなたの意見なんて取るに足らないことだわ。わかったわ。そこどいてほしいんですけどね。ちょっとこれだけ。は？誰に見られた今。ちょ、セーブしとこう、念のために。とりあえず会場だけやっちゃおう。これもか。これだ。はい。こっからは安全に帰るためにファストトラベルを使えばいいと。あ、なんて楽なお仕事なんでしょう。これでしこしこと10万クレジットを貯めるのか。さようなら。ボーナスくれ、ボーナス。あなたを待っていたわ。よくやってくれたわ。リバースエンジニアリングを進められるようにビーナに届けないと。あなたのセキュリティレベルをアップグレードして、彼女のオフィスがある役員フロアへアクセスできるようにしておいた。彼女の助手のメイブに面会の約束があると伝えなさい。私も少ししたら行くわ。迷子にならないでね。2500か。2万5000くれねえかな。
なんならこのまま上位工作員にしてほしいんだけど、新人とは思えないぐらいの仕事のやりっぷりよ。役員室。お。この取引がうまくいかなかったらキャリアが終わる。永遠にここで待っておきます。ご用件。立ち入り禁止区域には入らないこと。え？こっちだったわ。お名前とアポの内容を。ビッグボーイです確認できたわ。ウラルはジェヌビエーブとの会議を終わらせるところよ。ここかロビーで待つといい。彼女の準備ができ次第知らせるから。イモジェン・サルゾがあなたと一緒に来るはずだけど。私はここよメイブ。よかった、すぐに終わるわ。思っていたより早かったわね。ウラルは準備ができているそうよ。そちらが邪魔しなければ、こちらも邪魔はしない。ああ、ウラル、いつもそう応じてるの？これ以上 PR に苦労するような事態はごめんよ。ええ、ビブ、あなたが優秀すぎるから。さあ、詳細は後で。私は次のアポがある。見張ってる。いいわ。やかましい。でも次の会議でアレクシスにこのことを伝えてね。よかった、やっと来たわね。最近よくあなたの噂を聞いてるの。私はウラル・チェン、竜人で事業部を任されてる。教えて、新しい仕事についてどう感じてる？泥棒、この仕事は好みに合っている。そういうことなら、あなたを見初めた私たちの目に狂いはなかったようね。さて、親愛なるジーニーによれば、あなたは我が社の仕事の基礎を学んで、いつも成功を収めているようね。通常の任務を5つ、特別なものを1つ完了させた。そして何よりも完璧な経歴。え？ここで愛されてるのも納得。個人的にお願いしたいことがあって。それをあなたに依頼したいの。この件には外部との接触が含まれる。ジーニーはあなたなら簡単に片付けられる仕事だと思ってるわ。私が雇った中で最高の工作員よ。忘れないで、あなたが雇った唯一の工作員よ。外部との接触はこれまでの任務みたいに予定通りには進まない。気まぐれだったり要求が多かったりするから、どう操るか、どんな決断を下すかを素早く決めるのよ。オッケー。経歴つっても私元炭鉱夫ですけど。よかった。もし断られたら、竜人であなたが役に立てることなんてあまりないから。あなたが接触するのはサイモン・ライチェック。インフィニティ・リミテッドが関与してる新しい計画の情報を持ってるらしい。竜人が興味を持ちそうな大きな変化をもたらすものだと彼は言ってた。だから要求してる金額もかなり高額なの。1000クレジットまでならこちらで支払います。もし交渉のスキルを持ってるなら活用して。クレジット少なくね？仕事を失いたくなければ情報を得ることね。あなたの本人確認用に合言葉を決めろってサイモンに言われてるの。この件の詳細はジーニーから伝えさせます。私が関わるレベルの話ではないから。サイモンはスポーツファンだから、スポーツの話なら必ず食いついてくる。そのうち軽い感じで言うわ。今年のユニバーサルチャンピオンシップはギャラクティックレイダースが最有力候補のようだなってね。それにあなたはこう答えて、レイザーダービー以外は本物のスポーツじゃない。わかった？レイザーダービー以外。レイザーダービー。彼はシドニアにいるわ。船に燃料は入っているでしょうね。プラザにあるラックスコンドの上階を探しなさい。ずいぶん高く評価してたわねジーニー。じゃあ失礼するわ。なんかやだこの人。面倒を起こさない。競合他社を
こまでボコボコにして、この会社はでかくなるんだろうけど大丈夫かね。あ、太陽。太陽。燃料が足りない。ああ、なるほどね。どっか近くの惑星を経由するかじゃあ。やばいかこれ。いやいや。はい。お前を追うのは大変なんだ。友人整形全域で手配されてるし、とんでもない賞金がかかってる。へえ、口がうまいな。俺たちが追い詰める賞金首は大抵命乞いしてくれ。これ前とセリフ同じじゃ。ちょっと今度こそ、今度こそボコリテ。ちょっとまずエンジン下げてシールド上げてミサイル、はい、オッケー。ただ2隻も嫌がるんだよな。やーべ、オッケー、ゴリ押し。ゴリ押しだ。後ろ取ればいけるか。オッケー、よし。いいもん持ってんだろうな、この野郎。さてさて、なんだこれは。あれ、これが触り、コバルト、コバルト。クレジットの方がありがたいんだけどな。ちょ、これ残骸見失うな。残骸どれだ。あれか、指名って、あ、クレジットでけえ。よし、これで太陽系に。グラビティ、あ、グラビティ値が足りないからこうして、よし。これ途中で燃料切れをするってよりか、タンクの問題なんだろうな。容量が少なくて一発でいけないから、どっかの星経由してからルートをたどれってことなんだろうな。なんもないですよ。さて終わりね。シドニアを楽しんで。お、ここが太陽系だというの？はい。あ、太陽系だ。火星。え、ここって有人惑星になってるんですか？これ。2330年ですけど。はい。海洋星、あれ？地球、地球？金星、火星。あ、これ地球か。はい。スキャン利用不可。え、ちょっと地球行ってみていいか。地球ってこんなんだっけ？ちょっと暗くてよく見えない。ちょっと暗くてよくわかんねえ。とりあえず行ってみよう。この世界には太陽系がないのかと思ってた。来た。え、これ地球、地球だよな。あれ、なんか大地が
俺の知ってる地球じゃない。地球といえども自動生成されてる大地なのか、これ。2330年の地球も不毛地帯になってる。おかしいよね。だってこれ砂砂漠って。え？塩素。とりあえず行ってみよう。え、これ地球。嘘だ。これ本当に地球？宇宙服着ないと。え？いや待って。地球に宇宙服なんていらんだろ。いらんよね。は？必要？この世界の地球なんかおかしい。ええ。天の川ってやつですか、スーツ強度が。自動生成フィールドになってるってことなのかな。ちょっとマップ、不明。2箇所か、行ってみるか。これがこれが地球っすか、本当に信じらんない。しかもなんなら太陽系の火星にあるシドニアに向かうってことは、火星が有人惑星になってるんだろうな、これ。それすなわち地球が2330年の地球、人間が住めない不毛地帯となってしまったが。マジでなんもない。核戦争でも起きた？未探索の地球物理学的特徴。なんだそりゃ。なんかあるな。あ、違う、あれ着陸エリアだ。あ、なんだこれ。これ温泉？腐食性の液体。これカッターで掘れるようなもんでもないかも。隕石。スキャン完了。ヘドロだまり。多分接近しすぎたらそうだよね。あと多分このレーザーじゃ掘れない代物なのかも。もう一箇所行ってみよう。今気づいたわ。左下。温度マイナス1度、重力1はいいとして、O2 0%。地球に何があったんですか？あ、鉛。鉛は掘れるんだよ。人工物がマジで一つもない。え、またヘドロ鉛か。あ、やべ、太陽が強い。せっかく地球に来たのにこんなもんか。ヘドロ鉛しかなかった。人工物なんてなかった。タスクの場所行くか。つかステータス以上かかったかな、もしかして。やべ、放射線食らってる。火星行こう、火星。